ははいえ皆さんこんこにちは今回の動画では、えー、私が作成した Unity パッケージ脈動ボタンの使い方を説明していきたいと思います、えー、アニメーションのフォルダーフォントのフォルダ、えープリハブ、えー、スクリプトそしてデモシーンですねがありますではまずデモシーンに行きたいと思いますはい、えー、デモシーンにはですね4つのボタンがありますでこの4つのボタンは えー、プレイすると、はい、えー、こんな感じになります。で、hover っていうのは、このマウスがですね、このボタンの上にある状態で脈を打つっていうものになりますね。ノーマルと書いてあるボタンは、えー、マウスが入ってない状態、まあ、常に脈を打つっていうボタンになります。はい、えー、マウスが入ると止まります。こんな感じですね。はい。で、最後の select なんですが、 選択された状態で、えー、脈を打つっていうボタンになりますね。まあ、それぞれあります。で、えー、こっちはグループになっているボタンで、左側にあるのは単独のボタンになります。はい。えー、このボタンを hover って書いてありますので、マウスが上にある状態で脈を打つっていう感じになります。はい。えー、これらの3つのボタンがですね、えー、プリハブの えー、ところにありますはいこれは、えー、デモの方のものなんですが、まあ、プレハブはこんな感じにありますので例えば、えー、もう一つこのグループの中にですねもう一つ「Hoover、えー」フーバーのボタンを入れたいという時に、まあ、プレハブを入れればですね、えー、追加されます、ね。この順番はこの順番と一緒ですね。 えっとこんな感じに書き換えるとグループの中も書き換えられることになりますねはいでこっちの方の説明なんですが、えー、Multiple Button Controller というのは複数のボタンを、えー、管理する、えー、ものになりますこんな感じにですねスクリプトがアサインされていて、えー、この順番とかですねは Vertical Layout Group で 管理されています。はい、でこれのスペーシングはボタンの間のものになりますね。例えば小さくすると小さくなるんですが、まあ、脈打つからね、ちょっとスペースが必要になるかなと思います。で、えー、このスクリプトなんですが、プレイすると何をするかというと、こんな感じですね。今、えー、子供のオブジェクトは全部。 こんな感じににリストの中に入っていますねあから例えば、えー、例えばですね、えー、一番上のボタンを選択されているときに、他のボタンを何、えー、か処理をするとかですね、あの係数だったりとか、いろいろ処理があるかなと思うんですけど、まあ、それができるんですね。他のボタンの状態によって、えー、違うボタンへの,、えー、の処理をすることができる、はい、っていうものになりますが、まあ、別にそういうことを やらないという人は、まあ、ソロボタンですね。単独でボタンを使っていただければと思います。はい。えー、次、コードの方に移りたいと思います。バタテンコントローラーと、えー、マルティプルバッテンコントローラーがあるんですけど、えー、バッテンコントローラーは単独の方ですね。入ってるメソッドは2つあります。えー、1つ目は、オンポイントエンターですね、えー。このボタンにマウスポインターが入ったら呼ばれるメソッドになります。はい。 えっとここにも書いてあるんですが単体で使う場合専用って書いてあるんですね、えー、ここにパレントコントローラーですねヌールじゃない場合ですね存在している場合だから単独じゃないという場合はリターンされますだからここから先の処理はしないことになるんですねはいもう一つのメソッドはオンポインターエイゼッ t ですねまさ、あ、きと逆でこのボタンからマウスポインターが出たら呼ばれるっていうものになりますこんな感じに書いてあるのでもしですね このボタンの上にマウスが入ったら処理が必要という場合は、ここで処理を書くと、はい、いうところがありますので、えー、使ってください。はい、でもう1つのコードなんですけど、Multiple Button Controller ですね。はいえー、信内に複数のボタンがある場合、それらを連携して処理する場合に使用するクラスとなっております。 えー、この中にですね。今選択されているボタンだったりとか、イベントシステムだったりとかですね。はい。えー、そして先ほど説明した、このボタンの子供ボタンですね。あ、このボタンじゃなくて、このゲームオブジェクトの子供ボタン、全部のリストがありますね。ここのスクリプトも、オンポイントエンターとオンポイントエグジットがあるんですね。さっき,さっきみたいに。えー、今 子供のボタンのどれかにですね、マウスが入ったら呼ばれるものになっています。今、プレイ状態ですね。コンソールを見てみましょう。はい、こっちが複数のボタンですね。だからこっちに入ると、はい、呼ばれますね。イベントデータ、ゲームオブジェクト、ーーパースですね。カーサーはホーブーパースに入った。はい。まあ、次は、 こっちですね。HoverPulseVarian に入った、まあ、この名前ですね。HoverPulse と HoverPulseVarian のところですね、はい。だから複数のボタンを管理することもできるんですね。はいえー、なので単体で使う場合はもうこれバッテンコントローラーで十分なんですけどもしですね、えー、ボタンとボタンを連携してですね一つのボタンを 操作すれば、他のボタンになんか処理を与えたいとかっていう場合は、マルティプルバトンコントローラーですね、を使っていただければと思います。はいえー、もし質問とかですね、があれば、ぜひ、えー、私まで聞いてください。お願いします。